バス停で待っていた。もちろんバスを。でも途中でどうでもよくなってしまった。私は双子の姉妹に続いて列に並んでいた。それが実におかしな姉妹なのだった。顔も髪型も服装もそっくりなのはまあいい。何しろ双子なのだから。二人は顔を見合わせ、黙ったまませわしなく手を振ったり首をかしげたりする。狂っているのだろうか。しかしすぐに私は気づいた。彼女たちは手話をしていたのだ。見事な技術だと感心しながら見ていた。見続けていても飽きないのだった。もっとも話の内容は全然わからないが、時々彼女たちは笑った。普通の女の子のように笑った。声を出せないわけでもないのだ。おそらく耳に障害でもあるのだろう。その笑顔を見ていると飽きなかった。時間が止まってほしいくらいだった。バスなんか来なければいいと思った。何見てんのよ、さっきからずっと。その声は完璧な二重唱だった。綺麗に並んだ四つの瞳と二つの唇。私は慌てて手で喉を押さえ、首を大きく横に振った。突然声が出なくなってしまったのだ。